よし。来るわよ。準備して。やった。こちらに来ます。しっかり戦うのですぞ。一緒に行くわよ。ボールをしないので。やはり食らえ。どりゃ。今こそこの力を。どれにしましょうか。また来てくださいね。気づかれた。気づかれた。よし、戦うしかないのか。気を引き締めて。待て、行きましょうか。なんなら防いでみな。私のこと頼ってね。逃しません。やった。背中は任せて。やった。こんなとこだな。一緒に行くわよ。さて、行きましょう。なんなら防いでみな。させ。やこれで決める。これでどう。なき、さあ、さあ、それ、なき、さあ、どうだ。燃え上がる。やったぜ。力を、これで一緒に行くわよ。どうやらしないの。なき、やった。まあ、こんなとこだな。あれ、確かこの辺にいたはずなんだけど。いないのか。おかしいですね。誰のこと。え、気をつけてください。
や、ここは君たちの来るところじゃ。出て行くんだ。出て行くんだ。さもないと。こいつ、やるか！待って。どうしたの？僕は知ってるんだ。なんだユーマ。この子は幽霊じゃないよ。何度か双子の兄弟で、この子は確か妹。妹？違う。僕は兄の方、エトだよ。どうかしたの、ユーマ？いや、なんでもないんだ。ごめん。ああ、妹のマリオンが、な。え？エト、おしゃべりはそこまでですよ。ヨアヒム。こいつもケイルリッツ監獄にいたんだ。ゲイルリッツ監獄にいた頃はいいし、楽しいわけないじゃないか。どの実験も最悪だった。そうですか。おかしいですね。あなたもあんなにいい。それにしても、私、これはやはりもう一度ゲイルリッツ監獄に帰ってきてもらう。ふざけるな。そうですか。なら、聞こえないのですか？わかった。気持ちを合わせて。決まった。いい感じだね。ほら、今何が見える。この力を。大丈夫？目が痛。触るな。おやおや、痛むのは左目ということは魔眼の不調。おかしいですね。これは初めての現象です。もしもし、大丈夫ですか？くそ、ま、ああ、なるほど。しばらくの間光竜のそばにいたせいで、ドラゴンソウル自体が光竜の力に。所詮その魔眼は一般的なドラゴンソウルを移植したものですから。移植？大丈夫。なんとか少し落ち着いてきた。そうですか。イグドラシルのドラゴンソウルも見つからないし、交流の捕獲はとてもできそうもないですし、今日はこれで帰らせてもらいましょうね。